マカハンニャハラミタシンギョさて、時は遡ることは奈良時代の皇族、文王殿は父は長屋を、母は藤原の不死との娘、明智の住み子の孫で天武天皇のひ孫にあたる。長屋王の変の際には不死との外孫をゆえに、兄の飛鳥部を弟の山城王と共に除名され、重視の字を三義の神に進む。後立花の奈良麻呂の防御に加わり、皇太子に擁立されようとしたが、発覚して捕らえられ拷問を受け落命した。757年天平正法9年7月の4日皇居をなされました。重ねては奈良時代の皇族、奈良王殿は天武天皇の皇子、新田部親王の皇子で塩焼王の弟にあたる。赤塚沙卿となり、天平正法8年756年には聖武大乗天皇の優勝により、高原聖徳長祖天皇の皇太子となった。武都市藤原の中丸らの策動で素行の乱れを理由に皇太子を廃された。これを機として仲間の勢力に不満を持つ立花の奈良丸を首謀者とする仲間の転覆に王が加担したとして捕らえられ、拷問にかけられ落命した。751年天平正法9年7月の4日皇居をなされました。重ねては平安時代は中期の僧、他人の道明商人は藤原の道綱の実施、幼くして比叡山で出家、天台座す良言に指示、お下経を唱える声の素晴らしさで知られた京都法輪寺の十字に、内摂津四天王寺別途、中高36か線の一人、富士周囲物語などに泉式部との交際の逸話が伝説化され、僧侶の枠に収まりきれない多面的な性格であったと思われる。光明和砂利集など歌集が残されている。1020年寛仁4年7月の4日後年47歳にて皇居をなされました。重ねては平安時代は後期の武将、源義家殿は父頼義の長男、母は平の直方の娘、東水八幡宮で元服し、通称八幡太郎と称した。千九年の役には父に従い出家、皇を立て宇都の神兼鎮守府将軍となる。後3年の役には清原氏の内紛を鎮圧したが、朝廷はこれを死闘とみなして恩賞を与えなかったため、氏家が自ら資材を持って少子をねぎらい、東国に源氏が地盤を築く礎となった。天下第一武勇の師と呼ばれて名声高く、諸国の在地有力者が競って田畑を寄進、朝廷はそれを禁止するほどであった。また武士としては初めて院の商談を許可された。1106年嘉靖元年7月の4日、享年68歳にてご入滅なされました。重ねては戦国時代の武将、三好長慶殿は、大長の実施、孔明は千熊丸、署名は年長後に乗り長、天文2年1533年家督を継ぎ、
細川晴元の執事として泉河内の代官を務めたが、後晴元と対立し当十八年同族の三好政長を攻め滅ぼし、同21年には官吏細川氏に代わって権力を握り、凋落して将軍足利義照を貢献して三好氏全盛時代を現出した。その勢力は四国畿内全域に及び、浅井松永久秀を京都諸司大に任じて京都を警備させたが、長男義興の死で気力を失い、晩年には久秀に実権を奪われ三森城にて没した。1564年永禄7年7月の4日去年43歳にてご入滅なされました。重ねては江戸後期から明治時代の武士教育者の見た将兵殿は下野の国黒羽藩士、本姓は周帝智山と号した浅川軍祭大将平八郎に学ぶ本校作新館の学徒、島の称号奉行となり益子焼きを奨励、新規には東部列藩との折衝にあたり、明治2年権の第三次衆議院議員、去年私塾智山堂を開いた。1893年明治26年7月の4日去年82歳にてご入滅なされました。重ねては江戸後期から明治時代の国学者、新館の三冠なぎ清直殿は杉原光元の長男、通称は静馬または権之助、後少書道を改め杉園と号した。15歳で重祖父三冠なぎ清富の家督を継ぎ、伊勢下宮の神職となる。死について国学を学び、絵画書道画学能学などを極め、神宮に関する天保の交渉の学に貢献。藩信友を追いだ忠友らと文通し、また大国高政鈴木重胤矢野春道らと交流した。著書には大神宮本家起承書、西宮領交渉などを表した。1894年明治27年7月の4日後年83歳にてご帰依なされました。重ねては明治から昭和時代は初期の浄土真宗の僧、仏教学者の島地大東殿は新潟県の出身、梅宮大円の次男で幼名は等しい島地木来の養子となる。浄土真宗西本願寺大学林前田恵雲に学ぶ。明治35年大谷洪水のインド仏石調査に参加した後、東京帝大なので仏教学仏教史を教えた。在国は真宗昇天天台教学史などを表した。1927年昭和2年7月の4日去年53歳にてご自宅なされました。重ねては明治から昭和時代は前期の政治家、実業家の利光鶴丸殿は豊後の国大分の出身、明治法律学校現在の明治大学を卒業、東京市会議員を得て明治31年衆議院議員に当選2回を数え、実業界に転じ43年鬼怒川水力電気を起こす。大正12年小田原急行鉄道を設立して社長となる。昭和16年小田急電鉄と解消後、経営権を後藤家谷譲り引退した。1945年昭和20年7月の4日去年83歳にてご入滅なされました。重ねては明治から昭和の時代を生きた政治家、三木武吉殿は香川県の出身、早稲田大学を卒業後
大正6年衆議院議員に当選11回を数え、昭和3年の東京市政疑獄事件で失脚。20年鳩山一郎らと日本自由党を結成するが、公職追放となる。21年政界に復帰。19年反吉田勢力をまとめ日本民主党を結成。富山内閣を実現させ30年の保守合同自民党成立に尽力した。卑骨があり逸話に富んだ政治家だった。1956年昭和31年7月の4日享年71歳にてご入滅なされました。最後に本日の御期日をお迎えになられました。歴史の陰に隠された名もなきすべての先事尊領からの大いなる恩恵により現代を生きる我々の血肉となり魂の継承をさせていただいていますことを心より感謝をいたします。合唱。